ちょっと予選を多分目まぐるしくお呼び出しをすると思うので、実況とかはできないと思いますが、決勝トーナメントは N1 編成の方に、しっかりと実況していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕が予選してもね、多分ね、戦車頑張れ、戦車頑張れしか多分言えないと思うので優しいでしょ、やっぱりね、あのね、03勢のね、高級さんには頑張っていただかないとね、本当にね、はい、本当にね、この人おかしいんですよ。だって N1 で戦車使ってるくせにね、ゼロスリーだと今度はね、バーディー使うんですよ。おかしいですよね、本当に。本当にね、タッキーあるのかって話ですよね。はい、ではですね、これバンバン呼び出してみますと、奥の D 兄弟で、これ110番さんでいいのかな、110番さんとアスミナユタさん、はい、はい、じゃあ、じゃんけんをして、ワンピースビッグ決めて、D 兄弟で待っていてください。はい、じゃあ B 兄弟で 1PSP 分かれてもらっててください。 A 兄弟でクロキューさんとツーソンさん、 A 兄弟クロキューさんとツーソンさん、はい、じゃあじゃんけんをして 1PSP を待っていて、はい、じゃあ A 兄弟で待っていてください。はい、こう目まぐるしく読んでいきますのでよろしくお願いしますね。D0 で、お名前を伺っていいですか。ギルダンさんの勝利ですか。で、こちらは次で呼び出しますね。まず奥の B 兄弟からいきましょう。最弱の兵士さんとパセリさん、はい、手あげて。最弱の兵士さんとパセリさん、最弱の兵士さんと一人のパセリさん。いませんか。パセリさん。はい。はい、では最弱の兵士さんと、じゃあじゃんけんをしてワンピースピーを決めていただいて、奥の B 兄弟で分かれて待っていてください。続きまして A 兄弟が、BK さんと犬さん。奥の B 兄弟でワンピース B 分かれた状態で回っててください。はい。EP がこっちいいですね。はい。はい。犬さんと BK さん。はい。じゃあ、じゃんけんをしてワンピース B 決めていただいて、手前の A 兄弟で分かれて回っていてください。こっちで。はい。じゃあ、手前の A 兄弟で分かれて回っていてください。さて、あ、出てきました。戦車出てきました。さあ、黒級の戦車が出てきました。さあ、僕が実況すると基本的に黒級 B 級になります。よろしくお願いします。はい、さあ、勝ったのは、ごめんなさい、2-0 で、はい、ありがとうございます。113が2-0で、書いてあげて、はい、じゃあ、じゃんけんして、B 兄弟で 1P2P 分かれた状態で回っておいてください。続きまして、A 兄弟で、ミグフリーザさんとツーソンさん、はい、はい。はい、じゃあ A 兄弟で分かれた状態で待っていてください。さあ、ワピガーは N1、ツーピガーはアドラー。
N1 が、PK さんですね。PK さんの N1 と、犬アドラー。犬かっこ略アドラー。さあ、何が略されていくんでしょうね。僕には全くわかりませんね。さて、一本取ってるのが犬アドラー。これでエナメのコンボが入って、そして何正面から投げ通して、さあ刺していく、オーケー、でランから残して、さあ向こうが決まっている。さあ勝ったのは村久保パセイさんの勝利ですね。すいません、セット数は 2-0 でよろしかったですか、今の。2-0 で、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ギルダンさんと110番さん、お願いします。さあ、1ラウンド取り返して、3本目。アトラー対アイナイン。さあ、じゃあ PK を呼び出しますよ。最弱の兵士さんと、アスミネータさん、最弱の兵士さんとアスミネータさん、はい、お一人、もう一人、じゃあじゃんけんをして、ワンピース P 決めていただいて、B 兄弟で、後ろで回っていてください。はい、じゃあ B 兄弟で分かれて回っていてください。さあ、おっと、N9 のコンボが通して、しかし、アドラーが、さあ、あるよ。これは裏からしかし切って、何が起きた、あーっと、さあ体力アドラーがリード。さあお互いゲージがなくなって、さあどうなる、さあどうなる、この立ち回り勝負。さあこれは行くのか、あーっと、さあなるの、どっち勝ったのは、ワンピース P が決めておいて、A 兄弟で分かれて回っていてください。さあ A 兄弟は完全者第3位。ダイレクリード、あと崩して、さあ向こうではグッキーがあったということは、勝ったのはギルダンさんでよろしいですかね。よろしいですかね、ギルダンさんと。はい、21。はい、じゃあ B 兄弟、最弱の兵士さんとアスミネータさん、お願いします。はい、じゃあ B 兄弟、次の組み合わせを呼びますよ。ギルダンさんとパセリさん、ギルダンさんとパセリさん、パセリさん、反対側に、じゃあお互いこちらまで来ていただいて、はい、すいません。はい、じゃあじゃんけんをして、ワンピース P を決めてください。あっちで、はい。じゃあまずは最後1ラウンド選手、A 兄弟。
さあ、感染者、ここで対空してたら、もう一回行く。そして、ブーメリック。さあ、取り返したのは、感染者の、セさん。中断通して、これは、おっと、さあそして今日めぐりから、さあ勝ったのは、さあ向こうも決まってる。さあ、戦車ができた、戦車が出てきたぞ。さあ、戦車が出てきたけど、追い出しをしましょう。まず奥の B 筐体で、どうしようかな。110番さんとアスミナヨタさん、110番さんとアスミナヨタさん。あとでね。110番さんとアスミナヨタさん、はい。ごめんなさい、間違えました。で、どこかというと、まあ、ここと、ごめんなさい。110番さんと、最弱の兵士さんですね、すいません、間違えました。110番さんと最弱の兵士さん、110番さんと最弱の兵士さん、110番さんいらっしゃいませんか？はい、じゃあ、じゃんけんをして、ワンピース系を決めて、一番、じゃあ、奥の席でお願いします。ワンピース系分かれて待っていてください。さあ、影響大戦車、戦車はどうなる？さあ、バザードは1本。はい、じゃあ手前の兄弟も呼び出しをしましょう。次は、BK さんと、ミクフリーザさん、BK さんとミクフリーザさん、はい。はい、じゃあじゃんけんをして、ワンピツーキーを決めておいて、影響大で分かれて待っていてください。戦車どうなる？まあどうにもならない。ガンタップリ勝ったのアドラー 2-0、犬アドラーが勝ったのはワンピーガーということは、パーセリーさんですね。すいません、セット数は21でよろしいですか？はい、ありがとうございます。パーセリーが21で勝利。はい、じゃあ、最弱の兵士さんと110番さんという状態でお願いします。そこです。はい、はい、じゃあ D 筐体が呼びますね。 D 筐体、アスミナエダさんとパセリさん入ってあげて、アスミナエダさんとパセリさん、はい、後ろにいます。じゃあじゃんけんをして B 筐体で分かれて待っていてください。A 筐体が次、犬さんとツーソンさんですね。犬さんとツーソンさん、はい、じゃあ A 筐体で分かれて待っていてください。
リードしているのは、エナイン。さあ、向こうは決まっている。2-0 で完全勝。2-0 で完全勝。そうですね、はい。はい、じゃあ、アスミネータさんとパセリさん、B 筐体でお願いします。アスミネータさんとパセリさん、B 筐体でお願いします。じゃあ B 筐体を見ましょう。B 筐体は、あ、ごめん、呼べないわ。連戦だから呼べない、ね。A 筐体を呼びますね。A 筐体、黒 Q さんと BK さん、黒 Q さんと BK さん、黒 Q さんと BK さん。はい、じゃあ、じゃんけんをして、ワンピッチ P 分かれておいてください。セリーさんが 2-0 で勝ち、ありがとうございます。はい、じゃあアスミネータさんと、ギルダンさんやりたいと思います。アスミネータさんとギルダンさん入ってあげて、はい、じゃあじゃんけんをして P 筐体で試合をしてください。さあシングルなんて早いですよ。さあ、では、はい、じゃあ最後、110番さんとパセリさん、110番さんとパセリさん。さあ、これでパセリさんが勝つと、面白いことになりそうですね。セット数3になりそうです。はい、じゃあ、これで110番さんが勝てば、3勝1敗が3人的な。で、パセリさんが勝てば、何のあれもなく順位が決まるという感じになっております。さあ、その前に A 兄弟、さあ、戦車対 A9。 さあ、頑張れ戦車頑張れ。とりあえず動画マイク握ってやるから戦車頑張れしていきませんよ。さあ、戦車頑張れ。
さあ、ウジャードトライライン。さあ、ロークルさんがめっちゃ聖書解釈できてるってちょっとひよっております。僕はちょっと UFO みたいなように戦車を一歩倒壊している。わあ、エゴタロクロ級の戦車の、そしてこれは M1 の GK さんですね。さあ GK9、 さあ戦車帰る。ああ来た、来ました、戦車来ました。21で戦車、黒木さんが一生懸命ポイント計算をしてるんですけど、もう結局勝ったらいいね、勝ったら。さあ行きましょう。状態は完全に高い、偉いね。さあ向こうは、さあアップさせるたい110、さあ体力リードは110の完全車。さあ影響体は完全車対 N9、 通算の完全車と DK9。時間切れということは、さあパセリさんがこれで1位通過ですね。パセリの2位通過中なので勝ち、はい、勝ちなので、これであのすんなり決まりましたね。パセリさんが1位、ギルランさんが2位となります。はい、じゃあ B 兄弟いきますよ。 B 兄弟、氷枕さんとユーローさん、氷枕さんとユーローさん、はい、じゃあじゃんけんをしてワンピッチで決めてください。さあでは B 筐体スタートボタンを押して始めてください。さあ A 筐体は完全車体 N9、 これは行くか、残して、
さあ、まあ、捉えない、ニーチェ。ということで、ヘッポコ見客観光って絶対言えないそうです。僕は、滑舌が悪いで言うのではなく、絶対言えないです。はい。状態は戦車対サイ。さあ、まずは画面端、さあサイがコンボを、さあたっぷりと入れていく。さあ戦車ここで、さあ通って、さあ戦車が弾を打っていく。しかしここで中に入って、さあまずはサイが1ラウンド、さあクロキュー、とりあえず1ラウンド取りたい、一ラウンド取りたい。さあ投げ通して、さあ前端を入れ替える。さあ前端を押し込んでいたのはここで、さあ差し返して、さあ前端を押し込んでいく。さあ戦車は投げて、これは出していく。おっと、さあどっちで何が取るかよくわかんない。さあ戦車が行く、戦車が行く、さあ引いていく。あっと、これはどこまで残して、あっと次は投げが通る。さあ戦車取り返す。さあ向こうは21で、お名前ユーローさんが21、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ J さんとヘッド見客観光中さんお願いします。はい、さあまずはサイが気持ちよく体力リード。さあ戦車カードする。さあ空対空、さあ戦車なのに地味にいく。あとここで大きいの、さああと通って、さあ体力持っていく。さあ戦車頑張る。あとこれはどうなる、これは戦車が引き倒した。勝ったのは戦車、頑張って勝ったおかげで、なんとか2位に滑り込むと、そういう形になりました。さあ行きましょう。正解は第4ブロック。さあ続きましたいドラッグ選手。さあ完全車対完全車。さあではどんどんと予想していきましょう。手前の影響体ですね。ゴチニャン大好きクラブさんと AKB オタクさん。さあ、なかなかこれ素敵なネーミングプライス、対決ですね。さあ、勝ったのは2ピガー、すいません。お名前はどっちでしょう。あっちですか。
で、こっちが AKB オタクですか。はい、まあ、彼が AKB オタクも僕は知ってますよ。はい。誰でしたっけ、峯岸みなみが大好きなんでしたっけ。あの、ね、僕もね、峯岸みなみ大好きなんですよ。はい、てかね、AKB ね、僕ね、峯岸みなみとね、あの2トップぐらいしか名前がわからないっていうね。はい、もうどうでもいいのは名前を覚えないっていう、そういうスタイルで行きたいと思います。さて、というわけで、A 兄弟、次の組み合わせですね。ガッチョさんとドラクテンシゼイさん、ごめんなさい、B 兄弟先呼ばないといけないですね。B 兄弟ごめんなさい、ユーローさんとボケさん、勝ったのどっちですかね。ボケさんが、セット数は 2-0?1?2-0 で、はい、ありがとうございます。ボケさんが、2-0-0-2-0。ごめんなさい、B 兄弟ごめんなさい、先呼びますね。氷枕さんと J さん先、B 兄弟で試合をしてください。氷枕さんと J さん、はい、で、A 兄弟はごめんなさい、ドラクテンシゼイとガッチョさんで、ワンピースと分かれた状態で、それな。さあ、AKB アタック。さあ、これは。さあ、AKB にはこれは負けない。さあ、ゴジラン大好きは一本取り返す。さあ、ちなみにゴジランが何なのか僕は全く分かりませんが。顔ブレイゼのアイドル。あ、アイドルグループ。今聞いた情報には、パオブレゼの中だけで流行っている、メンバーが一人のアイドルグループだそうです。メンバーが一人のアイドルグループって何だ。さあ、しかし、さあ、これが AK、 さあ、これが AKB の力だ。勝ったのは AKB。 ヘッポコ見客観光中さんとモケさん、ヘッポコ見客観光中さんとモケさん、あ、すいません、 J さんと氷枕さん勝ったんですか。はい、 2-0 で J さんの勝ち。 2-0 で J さん、はい、大丈夫。ちょっと合成キャンセルとかやめてくださいよ。はい、じゃあすいません、ヘッポコさんとポケさんお願いします。はい、はい、じゃあじゃんけんをして、ワンピースで次を決めてください。はい、さあ、うっかり京都に来たら大会でしたという感じでしょうか。さあ、まずはダラクトンスの何でしょう。さあ、では行きましょう。営業で呼びますね。ズクナシさんとゴジニアン大好きクラブさん、ズクナシさんとゴジニアン大好きクラブさん、はい、一人、もう一人、じゃあ、じゃんけんをして、ワンピース P を決めておいてください。はい。ワンピース、はい、じゃあ、営業態で分かれた状態で、まあ、教えてください。
って頑張ってねっていうセリフとともに救いに行くという謎のコード謎ムーブになってます。神様なんで。じゃない。ちょっと気持ちには伺いしない。こっち何だろう。めっちゃハムやってさあ、まずかな、ライフターの映画だ。さあ、向こうではワンティー側の、フリッツですね。ポッコ見客さん、高中さんの勝利。なる。はい、じゃあすいません、ユーローさんとジェイさん行きましょう。ユーローさんとジェイさん。はい、ユーローさんこちらにいます。さあ、じゃあ、じゃんけんをしてワンピースを決めてください。さあ、勝ったのはカナエが2-0。さあ、映画隊は赤月対カナエ。さあ、赤月が、さあ、ガッチャ赤月。そして、AKB が得カナエ。さあ、では次の組み合わせを動きますよ。まず奥の B 兄弟から行きましょう。奥の B 兄弟、ヘッポコ見客観光中さんと、氷枕さん、はい、手挙げて。はい、じゃあ、じゃんけんをして、ワンピース P を決めて、B 兄弟で分かれた状態で待っていてください。B 兄弟で分かれた状態で待っていてください。A 兄弟が、次が、こうですね。ゴズニアン大好きクラブさんと、堕落天使勢さんですね。はい。堕落天使勢さん。堕落天使勢さん。まあ、戻ってくるでしょう。さあ、勝ったのは、2-0かな ?2-0 で J さんですね。はい、では、影響大ヘッドコー研究官、高中さんと、氷枕さん、お願いします。さあ、勝ったのは、さあ、かなえ対完全じゃん。はい、じゃあ、どんどん呼びますよ。奥の兄弟、T 兄弟ですね。J さんと、モケさん、J さんとモケさん、はい。モケさん、違います。はい、じゃあ、ジャンキーをして、ワンピー、ツーピー決めて、T 兄弟で分かれた状態で待っていてください。はあ、もうジェイさんはこれほぼ角ですね。ほぼ角というか、まあ、角でしょうね、これね。20分がもう2ピッターンとります。さあ、A 兄弟に会いましょう。A 兄弟は、次は、ズクナシさんと AKB オタクさんですね。ズクナシさんと AKB オタクさん。はい、じゃあ、じゃんけんをして A 兄弟で分かれた状態で待っていてください。さあ、A 兄弟、叶えたい。完全じゃん。
さあ、パズルさん、追い打ちして、セットプレーは、これは、ガード、しかし、上から振ってくる。さあ、まず完全した1本。さあ、向こうでは、さあ、向こうでは、カッターがフリッツ、20。はい、じゃあ行きましょう。ジェイさんとモケさんお願いします。ジェイさんとモケさん。B 状態呼びましょうか。B 状態は、あ、いいや、B 状態呼ばない。モケさん連戦になりますよ。モケさんと氷枕さん、モケさんと氷枕さんお願いします。モケさんと氷枕さん、はい、氷枕さん、はい、はい、じゃあ B 兄弟で試合をしてください。さあでは、最後 B 兄弟最後ですね。ユーローさんとヘッドコ見学観光中さん、ユーローさんとヘッドコ見学観光中さん、はい、じゃあじゃんけんを、はい、あ、しました。あ、ありがとうございます。はい、よ、4択って4択みたいですね。はい、では、モケアカツキは 2-0。 さあ、このユーロ対ヘッドコ選挙観光中のこの試合の結果いかんでは、さあ、2位が誰が2位なのかも今全く分からない状況。さあ、現在モケが2勝2敗、ヘッドコ選挙2勝1敗、ユーロが1勝2敗、ユーロが勝つと2勝2敗が3人になる。さあ、頑張ってください。
さあ、では交代。さあ、これでさあ、ガッツァーマスク2-0。さあ、行きましょう。第9試合ですね。ズクなしの完全者と、そしてガッツァーマスク。これで綺麗に決まりましたね。さあ、ヘッポコ原子が3勝1敗で2位と、AJ さんが全勝で1位と、さあ、あとは営業隊の結果待ちですね。まあ、結果は何も、もうこの2人が1位と2位を発表しているのは、あとは全員有名ですね。1ラウンド、戦闘開始、開幕、いきなり B でめくって、特攻肘、画面端に連れていって、中段を暴れている、特攻でぶっ込んでいって、中段をガード、さあ、空対空、完全者が勝っていって、ここでジャンシーが当たるが、その後もつながない、勝利で返して、ジャンシーで畑を落とす、ここで構成一発取って、サーブに張り付いて、まず一発目の、ここは形状吐かないで、攻め継続。ダッシュコインを抜き込んで、シュルン。上回って、DCC で距離を離す。ここで、いいゲッターが入った。体力リードを、完全者がしっかり一本取っていく。さあ、お互いゲージは3本。第2ラウンド、ジャンプシーで落として、ハンゲッターを張って、中央線。ここで速中が当たって、勝利で返している。ジャンシーが当たって、DCC、ダメージが。ここで、サイの体力がおよそ半分といったところ、突進。ここで使って、投げる。
少し頭が疲れるが、ちょっとゴムが繋がらず、ここで攻めを継続していく。裏を取って、ダッシュ攻撃。さあ、中央に戻ってくる。BCC で距離離して、ゲッターが当たる。ここで完全世界。寄っていく。さあ、ここはバックダウンシーで、構成取って、肘、画面端。ここで背面攻撃もらって、中央、勝利を奪わされて、BCC。中段は光っている。さあ、体力差はほとんどなくなってきた。しかし、ゲージがある完全者が有利か。ゲッター相手を割って、ゲッター勝ったのはダークティウスで。今日うまいな、リオイグは。さあ、1ラウンド目。開幕行動はどうなるか。ラウンド開始。お互いに B 攻撃、立ち A で牽制していって、ここで一発通していくのは、ブラックの側。ダッシュ攻撃がちょっと下がるが。あるって投げて構成を少して立ち火を押し付けていく。下段が入って、ここで PC が入ってワープで近づいていく。 4C は当たらず、ジャンプ攻撃が当たって空間が回避。裏を取っていくのはフリッツ。ここで破天が使っていくが、 PC で返して使って、さあ、完全世界、おっと、これはゲージャーが出なかった。投げて、投げて、よし。さあ、最後、怒涛の攻めを見せていく。勝っていくのはフリッツ。さあ、ラウンド2、しかしゲージがつからかんのフリッツ側。ゲージをなんとか作りたいか。ジャンプ攻撃でお互い牽制をしていく。ここで下段が通って、特攻で鉱山。3700取って、ワープでめぐって、そこで小山もう一度入っていく。ここでゲージはゴムといったところか。ジャンディが乗って、ここからお互い触りづらい距離か。あるって、さあめくって投げていく。ここでパシパンが通っていって、そこで小山チラ置いて立ち回りに戻る。連行弾を巻いて、ワープで近寄るが、ここはしっかりガード。構成が通って BC、 タッチが通って、ここも暴れている。完全世界をお互いにして、ここでジャンピーが通って、タッチがかかるが、投げて、時間がだんだん怪しくなっていったところ、そろそろ攻めたい。投げて、最後も投げ切って勝ったのはヘッポコ剣客。まあ J さんはそうでもないけど対戦となります。さあ、ゾルダートと N9、 画面が白い。ラウンド1はここで 2B が一発通って、特勝竜サンドラップがいらしてダウン打ち。端っこに詰めていくのは N9、 上からかぶさってガードゲージを減らしていく。そうだと、ここでタッチで落としていく。中間距離で牽制の試合、ガードゲージがだいぶ怪しくなって、画面端を下がってるのは NI。 ここで B が倒る。トクタマーまで吐いて6点減らして投げて、中央戻って、ここで構成が使ってしまって特勝流行が入っていく。大持ち押し付けてるのは N9 側、体力リードも N9 という感じ。しかし3ゲージがある。ここで構成取ってめくって B が入ってしまって特勝竜入って、サマーからボンベは割れて完全世界をしていくのはどれだと。ここで N9 側の完全世界、体力リードは N9 がリードというところですね。ここで完全世界が終わる。残り20カウント、構成取って弾で追い打ちして上からかぶせる。ここで構成が使ってしまって投げて、残りが怪しいところ、勝利のガードして勝ってんのはどれだと。さあ、熱い試合展開。ゲージがスカルカンのところで TV タッチ、
た B が通って空対空ジャンシーが勝って投げてさあ下段が通って特勝に入っていく三落ち投げるさあ非常にこの 2B 対空きつい B が当たって画面端サシが当たって勝利最後は勝利で引いてしまってさあお互いゲージはほぼ五分といった状況ですね。ラウンド開始ここで下段が通って徳勝利お打ちして暴れてるしサシ使ってさあ必要に 2B を押し付けていく M1 側ナイが使ってここでワンコンボサマーちょっとサマーが使ってしまったここで最大反撃をもらってしまってサマーとサマー出し切ってしまって完全世界さあゾルガはここでどうにかしたいが非常にも完全世界の時間が迫ってしまってワンコンボ決めて勝利で返していくここでワンコンボ決めて血を戻ってバックジャンプ C で返す最後はバックジャンプ C 勝ったのは J3 の M9 厳しいキャラの戦車でここまで勝ち上がるしかし相手は戦車キラーと言ってもいいこのカナエというキャラ開幕さあエントラで暴れて投げて画面端急投げさあ戦車鳥籠を作っている飛んで特攻エントラーここで投げを一発通していくのが金谷川金谷氏さあ空投げしてダッシュ攻撃が当たってビームビームビームを置いてここでミシンが使ってエントラーミシンでこかされて上からかぶさって速攻の長男が入って2ゲージ最後ラウンド取っていくのは黒球戦車さあラウンド2中間の中段はミシーで焦がされて上からかぶさっていく金井側ピンが当たってジャニシーが当たっている上からかぶさっていくここで空投げを取ってエントラーを使わして空投げ先ほどからこの空投げが非常に冴えている西井が使ってちょっと危ないところお互い3ゲージを構えている状況ビームが当たってジャンロッチダッシュ攻撃はしっかりガードして西井でしっかりダウンを奪っていくここでジャンピーでかぶさっていく取り返していくのは AKB オタクカナエさあ最終ラウンドお互い3ゲージ構えている状況さあしっかり西井でエントランスキーを買っていく上からかぶさって必要なまでジャンプ攻撃をかぶせる投げが決まって特攻極楽鳥しっかり飛んでもう1回さあ完全世界してしまって極楽鳥ここでパナしていくがガードされて投げていくさあ分からんと言いながらお互い武器持ちでリーチの差っていうのは結構厳しい試合になってくると思うんですがさあどうでしょうかバンドカシジャンプシーで落としてバックステで攻めを生かしていくナンセット置いてさあ空中でフラフラしながらまずはペースを握っていくのはダラクテンシデーカーここで BC が通って BCC 距離離して空中構成からタッチが通っていくめっさここでカウンターで BC が乗って BC さあこのラウンド振りって何回生きて死んだのかなめちゃくちゃ減っていった
さあラウンド2開幕 CC で距離離すが差し返しの C をもらう。ここで B が当たってタッシーがしっかりガード。さあ 2C が当たってなぜかドッグの昇竜、ここにカウンターヒットのタッシー痛すぎる。さあ体力大幅リードを奪ってしかしまだある時間もゲージもたっぷりある状況。ランセット置いてガークラゲージが怪しいが端に詰めていくのが、ダラスケンシでここで割ってさあハシコンちょっとミスってしまったが割ってハシコンもう一度しっかり拾ってワンコンも決めていく。体力はしっかりリードを奪っていく。ここでシェルンを吐いて取り直すのは感染者。さあ最終ラウンド開幕ダッシュ攻撃はジャンプ攻撃をしっかり構成取って端っこを詰めていく。ゲッターで対空してゲッターが使ってそこに C をもらう。さあジャンプ C を振り回して空中構成からダッシュ攻撃ジャンプ C で追っ返して使ってここでワンコンボ美味しいコンボが入るか。してる得してるしっかり5000減らして中央で立ち回って構成取ってここで完全世界ジャンプシードをしっかり落としていく。ダクステで C をよかして最後はジャンプシーが当たって勝ったのはドラッグ天使で。ここで 2B が刺さって速攻昇竜画面端画面端で攻めを継続していく。ここでジャンシーかぶせてワンコンボしっかりハフコン決めていく。3打ちしてさあここで速攻互角調まで吐いてワンコンボ体力差だいぶ盛り返してきたところおっとここで極楽鳥が使ってしまって思わず完全世界。さあ昇竜で暴れてワンコンボ決めて悲しいエナイがジャンプ C で逃げていく。ゲージも貯めるかここで極楽鳥じゃねえ四方を通して前転ダッシュ攻撃当たってさ さあ上から攻めてここでほらあー最後は 2B が長かった J9 2B で差し返していく。1ラウンド目取るのは J9 ラウンド2タッシーが当たってワンコンも決めて亀梨ここでタッシーを読んで止まれてワンコンボ悲しい投げて中段を出していくここでゲームもらってワンコンボ画面端入れ替えるがダッシュ攻撃が当たってさあここはワンチャンスかダッシュが当たるここで完全正解してタッシーが当たって体力リードはエナガーだがここでまくっていく。勝利しっかり割り込んでいく。お互い即死圏内といったところか。ここで当て身を取ってきっちり対空していく。勝ったのは疫病拓。さあ最終ラウンド下段からレーダーを打ってワンコも決めていく。ダウンして投げて投げて
さあ固めてガードケージを削っていく。ここでワンコンボ決めて、しかし N9 のこの 2B が非常に長い。ワンコンボ上からかぶさって中央に戻っていく。さあ構成取ってジャンプし、しっかり対空して、ここで完全世界をして体力リードを少しでも盛り返していく。 2B、2B ジャンプシード落として暴れつぶしが当たって特勝利。勝ったのは J さん。さあセレクト時間いっぱいまで使ってお互いキャラを選んでいった。さあこの試合どうなるか。戦闘開始。開幕行動はここでワンコンボを決めていくのはまず完全者。ビーム吐いてチェーンが当たる。 DCC でガードゲージ削って、ここでワンコンボ特攻勝利。タイム落ちして回し切りで避けていく。ジャンプシーが当たってしっかりゲットで対空して、体力リードは大幅リードの完全者。ここでワンコンボ決めて体力リードなくていく。完全世界ジャンプシード落としてダウン落ち、最後はしっかりジャンプシードライクして一本取っていくのがダラク天使で、さあ N9 がゲージがない。ゲッターで対空してシュトルン構成取って、しかし下段をもらってワンコンボ、もう一度下段が入ってDCC で距離離す。バックジャンプ C で当たる。構成取って画面足でワンコンボ投げて攻めを継続していく。ここで昇竜が使って体力リードが大幅についてきた。ここでまた2秒もらって上から攻めていく完全者側。さあ必要なまでに弾を湧いて、最後は飛んできたところ昇竜拳。さあお互い1ラウンドずつ取ってゲージはお互いたっぷり。最終ラウンド構成取って食べ込む一発決めていく。はい違う。さあ特攻のランセット張ってマグジャンシード落として、ここで痛い指導をもらって特攻勝利。5000減らされて暴れて BCC。 さあジャガンへ対空したところ構成取られて、またしても特勝利。さあ体力リード N9 が取ってるが、ダッシュ攻撃当たって特勝利。画面端なんとこの画面端から逃げていきたいわ。ガードゲージが怪しいところ、最後はジャンプシーが取って勝ったのは J9。